カズさんは今まで、まあ、数多くのピッチャーと対戦したと思うんですけど、はいはいはい、あの一番このピッチャーだけはもう苦手だっていうピッチャーはいましたでしょうか。苦手ですか。はい、もう顔も見たくないっていう。いや、顔は見たいですあのね、バッターってのは試合に出る喜びなんです。試合に出る打席に立つね。苦手なピッチャーはね、あんまり大して活躍してないですけど、長井さん。長井さん、はいはい。レオンっていうすごいロッテの外人が、はいはい、とうとう左で打てるのに右で変わったって言って、25打数0安打かな。ああ、そうでしたね。長井さん打ったらホークちゃん勝つんです。あ、打てやったら次のバッターが打つ、はい、こう交代するんですけど、長井さん長井さんぐらいかな。しかし当たるのが楽しみやったり、嫌やなと思ったことは、はい、あんまりなかったですね。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもはね、はい、おたと素晴らしい大選手でございましたから。大選手じゃないただ私は影山さんとか木塚さんとか岡本勇さんとか、はい、岡本勇さん近鉄の監督ですね。飯田徳次さん、はい、足が速い。中谷さんとか雪さんとか筒井さんとか松井さんとか、そういう時代からの小池さんは、小池さんも頂点でございましたから。アナウンサー藤沢さんとかまあちょっと後でございますね。アナウンサーさんもね私言わ僕の王子なんで、はい、私言わせてもらったら、はい、飯田徳次であり、はい、岡本勇であり、木塚、影山、笠原、堀井、あの時のメンバーでございますので。いや、僕はそのちょっと後なんですよ。だから、ね、だから大先輩はもう本当だから、昔は竹助さんとか拓和さんとか大神さんとか、大神さん、拓和さんね、片桑さん、僕の隣の町内です。だから文字、はい、南海ホークスはすごく伝統のある球団でございますから、もちろん、はい、もちろん私は科学店さんというあの社長オーナーね、川勝さんね、川勝さんですよ、川勝さんですよ、はい、オーナー、川勝店、はい、大変ご立派な社長でありオーナーでありね、こんな立派な人が球団手放さいかん。もうご立派なお方でございますが、はい、関西の球団ではね、阪急の小林さんもそうでございますが、はい、やっぱり大変なお方なんですね。もちろんだから球団手放さいかんです。だから、ね、取ったらあかん言うのに大変に変わられた。悔しい。僕もね、南海電車の、はい、社長、はい、まあ、運転手さんですね、はい、どんなハンドルやないでしょ、はい、で今岡山県とか、みかんが取れる島でおるんですよ、はい、今でも年賀状交換するでしょ。なるほど。電車の社長さんと、はいはい、でその社長さんが運転取った場合は中入んなはる。そんなんったら分かんないですけど、はい、ね、そんなの、まあ、確かったんで。なるほど。まあそんなような感じで、まあ、すみません、オーナーとかはあんま知らないですよ、はい、そうです、はい、電車の社長さんとかそんな友達が多い。鶴岡和人さん優勝は、はい、分かりました。ご立派なお方で、分かりました。日本のプロ野球では三原、分かりました。鶴岡、次のお客様、三大監督、もう昔の素晴らしい人はですね、そうよ、そう、ギャラが高いんで、デニはグランドに落ちとる。ギャラが高いんで来ないんですよ。高い。僕普通の人なんで、はい、やってくともいけるんです、はいはい、スーパースターはギャラが高いんで来れないんですよ、なかなか。背番号29番よ、ニュートリア杉山光栄さんですよ、光栄、うん、ありがとうございます。エドナポーの杉山光栄さん、大ホークスファンっていらっしゃった、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。本当このね、寒い中ね、本当今日はとってもいいんです。秋山監督と森脇監督のゲット場ね、今は温かく見守ってやってくださいね。今日本当ありがとう。山本和之さんでした。ありがとうございます。